今日は金魚祭りに行ってきたよ。最後まで見てね。アクソルチャンネル、どうもソラです。こんにちは、田中です。今日はこちら熊本県の金魚祭り、金魚のイベントに行ってきた様子をご覧いただきます。こちらは熊本県長洲町にある金魚と鯉の公園となっています。こちらで毎年ゴールデンウィークの2日間金魚の祭りがあります。火の国長洲金魚祭りです。今年は天気も良くて最高ですね。こちらでは金魚の即売会と金魚すくい大会とフリーマーケットや屋台が出たり、ゆるキャラたちもいろいろなイベントもあって、家族みんなで楽しめるイベントとなっています。入り口ではウェルカムビッグ金魚がお迎えしてくれます。アクソルチャンネルでは早速金魚の即売会の様子をご覧ください。長洲には金魚の養殖場屋さんがたくさんあります。お、早速綺麗な東錦ですね。そうなの、入り口からこんなんで私のお財布が空っぽになりそう。こちらは東海錦ということですが、東海錦初めて見ました。僕たちの知らない金魚もたくさんいそうですね。ワクワクしますね。こちらの水槽に入っているのがデデーン、すごい迫力のローズテールオランダです。すごい迫力ですね。さあ、ソラちゃん、どの子を買うんですか？右の黒い子にしますか？お安いですよ。そうね、右の黒いやつねって買えるか。この子たちは見るだけですね。いやー、それにしても立派な金魚です。いきなりこれって、この先どんなやつが出てくるんでしょうか？大丈夫大丈夫、庶民的な金魚もいますから、ワンコインで買える金魚もいますわよ。アクソルチャンネル、続いては長尾東錦ですね。まあまあのサイズですね。さすがにこのサイズはちょっと予算オーバーですね。ソラちゃん、今日の予算はどんな感じなんですか？そうね、1匹1000円以内で東錦をゲットしたいんですよね。なるほど、今日は東錦を目当てできたんですね。あれれあれれ、なんだか空っぽの容器が多いですね。そうなの、ちょっと出遅れて午後からの出陣になっちゃって良いものは午前中に売り切れちゃってるんです。本当は早く来たかったんですけど、すいません。そうですよね、良いものは早く売れちゃいますからね。朝早くから並んでくるお客さんもいると聞いています。こちらは紅白の綺麗な金魚ちゃんたちがいっぱい入ってますね。こちらはランチューですね。ジャンボですね。ジャンボオランダですね。でかくなりますよ。後で紹介しますけど、この金魚の公園には金魚の館という金魚の展示場もありますので、こちらにジャンボオランダの巨大なやつがいますので、後で紹介します。それは楽しみです。こちらは代わり東錦。こちらの即売会では価格も相場よりも安く、お店で買うよりも安く買えるというお得な即売会となっています。金魚即売場は全体的な感じは白い容器に入れています。それを自分で網ですくって店員さんに袋に詰めてもらうというやり方で購入できます。自分ですくえるんですね。皆さん一生懸命自分のお気に入りの金魚をすくっていましたよ。他にも水槽に入れて横から見る金魚もありますよ。値段と名前も書いてるので分かりやすくて、初心者の方でも買いやすいですよね。今まで手に入れにくかった高価な金魚も買いやす値段になっているので、超おすすめです。買わなくても見に来るだけでも楽しそうですね。ほら見て、こんなちっちゃい赤ちゃん金魚も売っているのよ。デメピンポンですか？超かわいいですね、この子たち。ランチューのちっちゃい赤ちゃん黒子なんかもいて、値段も安くて良いですよ。ジャンボオランダでこのサイズで500円って安いですよね、本当に。わからないことがあったら店員さんも教えてくれるしね。おすすめの時間帯とかありますか？そうね、私ももう5回6回は来てるけど、朝1の時間が最高ね。お客さんも少ないし、金魚も全部揃ってるし、昼に来るとお客さんいっぱいで買いにくいしね。昼過ぎてくると今度は魚の数が減ってるしね。朝一最高ですよ。そうそう、私もこの後あずま錦をゲットしたんですよね。その様子も後半で紹介しますね。この金魚たちも色が鮮やかで濃くてめちゃくちゃ欲しいんですけど、僕も行きたかったな。来年は行きたいな。そうでしょう、行きたくなるでしょう。行ってよかったわ、最高でした。こちらも立派なオランダコが頭ですね。色も体型もいいわね。惚れ惚れします。確かに僕みたいな素人が見てもいいなって思いますもんね。こちらはあずま錦のオスとメスを分けてくれてますので、好きなペアを買ったりしてもいいですよね。なかなかオスとメスを分けているところなんてめったにないですからね。ものすごくありがたいですよね。素人では見分けがつきませんからね。多くの金魚ちゃんたちは慣れない場所に連れてこられて少し緊張していますけど、みんな元気な個体ばかりでしたよ。それで今回私が購入したのがこちらの5匹のあずま錦になります。この時はなんとかお目当てのあずま錦がゲットできてほっとしました。こちらはいろいろなサイズと種類が入ってて、こういうところから掘り出し物を見つける楽しみもありますよね。こういう即売会は買うとなったらたくさんいて選ぶの大変そうですね。こちらは真っ赤な色で色が濃くて鮮やかなオランダでしょうか。ローズテールオランダがこのサイズで1000円とは。これだけいると迷います。どの子も状態良さそうですね。続いては大きめのあずま錦です。もっといたんでしょうけど売れてますね。あずま錦は大人気ですからね。こちらはなんと売約済みになっていますけど、全部売れたということなんでしょうかね。こちらはお求めやすいローズテールです。ローズテールって高級金魚だからなかなか手に入れられないけど、これぐらいの金額なら何とかなりそうですよね。いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。なんで買って帰らなかったんですか。動画に夢中になって忘れちゃいました。金魚すくいもたくさんありましたよ。これなら家族連れの方でも十分楽しめますね。それでは最後にこちらの金魚の館の方に入って少し金魚を見ましょう。こちらはジャンボオランダの大きいサイズです。動画では伝わりにくいですが、実際見ると大迫力でしたよ。おしゃれなちっちゃい水槽もたくさんありました。アクソルチャンネルという感じで金魚の即売会の様子を軽くでしたけど紹介しました。そしてこれが買える前の私が買った金魚の様子です。そして家に帰り着いて水合わせを行っている時の様子です。無事に帰り着いて元気にしていました。アクソルチャンネルという感じで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。